こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロ対グローバルワークということで、この YouTube チャンネルの中でもよく出てくる2つのブランドを比較しながら、どちらの方が大人の男性により似合いやすいのかというテーマで少しお話をしてみたいと思っています。僕はですね、この YouTube チャンネルの中でユニクロとグローバルワーク、この2つのブランドについて解説することが結構多いんですね。これはなぜかというと、世の中にたくさんのブランドがあるんですが、その中で比較的ですね、価格が買いやすいということ、そしていろんな場所にあって気軽に訪れやすいこと、この2つをですねしっかりと押さえているのが、まさにユニクロとグローバルワークという2つのブランドなんですね。ですので、この2つのブランドをうまく使いこなせるようになると、僕たち大人の男性でもそこまでお金をかけすぎないでファッションということが楽しむことができるのかなというふうに思ってるんですね。どちらのブランドも結構価格帯は抑えめで、デザインは定番的でベーシック、ここはですね共通している項目かなと思うんですが、でもプロから見るとですね、明確に2つの違いというものがあったりするんですね。ここの違いを理解したりだとか、このアイテムはユニクロが得意で、このアイテムはグローバルワークが結構いい感じだよ、このあたりをしっかりと理解しておくと、よりファッションというものを楽しみやすいかなと思うので、今回はこのユニクロとグローバルワークの違いについて具体的に解説をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルではメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まず最初にユニクロの特徴から改めて解説をしたいなと思うんですが、一言で言うとユニクロはオールラウンダーですね。本当にバランスが取れているショップで、この点に関しては日本で随一なのかなと思っています。まずはデザイン性においては、定番でベーシックなものが非常に多くて、こういったものを探すのであれば、まずユニクロから行って間違いがないのかなと思っています。例えばメンズファッションにおいて、これは持っておいた方がいいですよというアイテムはいくつかあるんですが、ネイビージャケットだったり、シンプルなシャツだとか、あとは丸首のニット、さらにはボトムス系ですね、ブルージーンズですとか、ブラックジーンズですとか、スラックス系ですとか、あとは様々な小物まで幅広くユニクロには取り扱いがあるので、まずユニクロに行っておけば間違いないだろうという安心感がありますよね。どれもベーシックで使いやすいものがしっかりと揃っている、これは当たり前のように感じるかもしれないですが、実はですねそんなことは全然なくて、他のお店ではこんなにたくさんのバリエーションの定番品ってまず揃ってないかなと思います。そういった点で、どんな年代の人がユニクロに行ってもですね、ある程度のファッションというのが構成しやすいというところ、ここはですね一つの強みなのかなと思っています。そしてもう一つ欠かせないのは価格帯の安さという点ですね。ここはもう皆さんもご存知の通りかなと思うんですが、これはプロの視点から見ると、この品質でこの価格ってまずありえないよねっていうような驚きがあるんですね。ユニクロのタグがついてなかったらどこのブランドの商品なのかわからない、それぐらいですねよくできているものも結構あったりするんですね。このようにある程度デザイン性が優れていて、なおかつ低価格で品質も良い、このバランス感覚がとても整っているのがユニクロという存在なのかなと思っています。一方でグローバルワークというのは、ユニクロと比較すると商品のバリエーションというのはやや狭いかなと思います。狭いと言っても他のブランドと比べるとグローバルワークでも結構十分ぐらいにあるんですけども、ユニクロという絶対的王者に比べるとバリエーションはやや少なめなのかなと思っています。あとは価格帯の部分でもですね、ユニクロと比較をするとグローバルワークはやや高いんですね。感覚で言うと 1.2 倍から 1.3 倍ぐらいの感じなのかなと思っています。ですので買いやすさというところにフォーカスするとしたら、やっぱりユニクロに軍配が上がるかなと思うんですね。ですので単純な比較だとユニクロの方が強そうに見えるんですが、グローバルワークというものに僕は結構注目してるんですね。それにはいくつか理由があるんですけども、先ほどもお伝えした商品のバリエーションは確かにユニクロの方が多いんですが、多けりゃいいというもんでもなくてですね、選択肢が多いとお店に行って何を買えばいいのかわからないという問題に直面するわけですね。特に土日のユニクロなんかに行くとかなり人がたくさんいますし、なおかつ物がたくさんあると本当にですねカオスの状態なんですね。この中から自分に似合う服を選び取るというのはなかなか難しいんですが、グローバルワークというのはその点商品数がそこまで多すぎないので、買い物ははるかにしやすいかなと思っています。バリエーションが
多すぎないというのは実は僕たちの世代にとってはかえってメリットなのかなというふうに感じています。そして価格帯はユニクロよりもやや高めではあるんですが、ここはグローバルワークの強みの一つなのかなと思ってるんですが、商品のデザインがユニクロに比べるとより今っぽい旬な雰囲気が漂うものが多いんですね。トレンド感の漂うものがやっぱりですねグローバルワークの方がちょっと多いのかなという印象があります。例えば今僕が内側に着ているニット、正確に言うとロンティーなんですけども、こちらはユニクロにも同じようなものがあるんですね。ワッフルクルーネック T シャツというものなんですが、全く同じようなアイテムでもユニクロの場合はサイズ感も定番的で非常にベーシックな作りになっています。一方でグローバルワークのものに関しては素材の風合いとしてはそこまで大きく変わらないんですが、やや生地が肉厚になっていてサイズ感がビッグシルエットをちょっと意識してるんですね。ただビッグシルエットといっても少しだけゆとりがある程度なので、僕たち大人の世代にも取り入れやすいくらいのサイズ感になってるんですね。同じようなアイテムであってもトレンド感というところが強いのがグローバルワークの特徴なのかなと思っています。他には先日紹介したスウェットというアイテムもユニクロの定番のものはやはりですねど真ん中の定番的なもので、失敗すると部屋着っぽく見えるんですが、グローバルワークのスウェットに関してはサイズ感がややゆったりめなのと、カラーのバリエーションも非常に今っぽいトレンド色を取り扱っているので、着るだけでちょっとトレンド感の漂う装いが作りやすいんですよね。このように同じようなベーシックなアイテムを取り扱うにしても微妙にグローバルワークの方が今っぽい雰囲気が漂いやすいというところ、ここが大きなメリットで僕自身がグローバルワークを推す理由の一つでもあるんですね。その点はですね結構ユニクロの方がベーシックで使いやすかったりするんですが、このベーシックさというのは失敗すると地味に見えがちというところはネックでもあったりするんですね。その点グローバルワークのさじ加減は非常に上手だなというふうに思っています。ただユニクロに関しては通常のユニクロの商品だけではなくてトレンド性をしっかりと抑えたユニクロ U だとか JW アンダーソンとのコラボレーションシリーズだとか、今期に関してはプラス J というシリーズですね、これはジルサンダーとのコラボレーションのシリーズなんですけども、こういった著名デザイナーとのコラボレーションシリーズもやってたりするので、こういったものを取り入れればトレンドというものは表現できるんですが、いかんせんこのあたりのデザイナーズとのコラボレーションアイテムというのは少し尖ってる部分があるので、なかなか万人受けするアイテムではないのかなと思っています。その点グローバルワークのアイテムというのはファッションが苦手な人でも半歩先に挑戦できるようなアイテムが多いので比較的取り入れやすいのかなと思っています。まあ、その点を理解した上でユニクロではどんなものを買えばいいのか、グローバルワークではどんなものがおすすめなのか、このあたりもちょっと触れてみたいなと思うんですが、特にユニクロで僕がおすすめしているのはボトムス系ですね。ブルージーンズですとかブラックジーンズですとか、あとはスラックス系ですね、よく動画の中で出てくるスマートアンクルパンツ、このあたりのボトムスに関しては断然ユニクロの方がバランスがいいかなと思っています。まあ、本当に3000円から4000円ぐらいの価格帯でここまでですね完成度の高いボトムスが買えるというのはユニクロでしか実現は不可能だと思うんですね。ですのでボトムスの基本を揃えたいと思ったら僕はユニクロに行くのが良いのかなと思っています。あとは T シャツですとかニットのようなトップス系もユニクロはすごく強いかなと思っています。これはユニクロ U の商品になりますが、エアリズムのシリーズなんかは非常にサイズ感もいいですし今っぽさもありながらそこまで奇抜ではないので全男性におすすめしやすいアイテムだと思うんですけども、 T シャツ系は本当にユニクロいいかなと思っています。あとはニットですね。まあ、ユニクロには様々なニットがあるんですが、その中でもエクストラファインメリのこれはですねめちゃくちゃ肌触りもいいですし形もベーシックで使いやすいアイテムなので多くの男性に積極的に使っていただきたいなと思っています。まあ、このアイテムはサイズ感に関してもベーシックなので重ね着に適してますね。シンプルな丸首の T シャツの上にこのエクストラファインメリノのニットを重ね着をする、そしてその上にですねジャケットなんかを着るというスタイルはものすごく定番的で使いやすいのでぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。その他には冬の定番になっているチェスターコートなんかもとても上品で完成度の高いアイテムになっているのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。一方でグローバルワークでどんなものがおすすめなのかというと、今僕が着ているややビッグシルエット気味なワッフルクルーネック T シャツだとか、あとは先日ご紹介したスウェット系なんかも非常に良かったですよね。エアクッションというですね非常に軽量で肌触りの良い素材を使っているんですが、こちらにはパーカーバージョンもあったりするんですけども、こういったものも非常にバランスがいいですね。ユニクロの定番のパーカーよりはこちらのグローバルワークの方がかえって今っぽいシルエットだとか素材の雰囲気は楽しみやすいのかなと思っています。その他には小物も結構充実していて、
で靴だとかバッグだとかこういったものもユニクロよりも結構ですね取り入れやすいものが多いかなと思っています。改めて整理をするとユニクロで買うべきものというのはより定番的なものですね。サイズ感もビッグシルエットとかそういったものではなくて定番的なものですね。ジーンズですとかスラックスですとかニット T シャツ類なんかはユニクロで買うのもいいかなと思います。一方でグローバルワークに関してはややトレンド感の漂うものを買い揃えるのが良いのかなと思っています。このあたりをですねしっかりと理解しながら両者を使っていただくと非常にバランスのいいコーディネートが完成するかなと思いますので、ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。